やると決めたら主役は勝ち取るぜと。ああ、今年はこれで紅白出るぞ。マグナベイダーでは失敗したが、今開発中の史上最強の究極ロボットに比べると、マグナベイダーなどハエも同然じゃわい。さてと、究極ロボットの完成を目指しての第一段階、雷のエネルギーを利用して誰も見たことのないロボットを誕生させてやる。よし、来たぞ。来た来た、待っとったぞ。稲妻エネルギー吸収デバイス起動。さあ来い、無限のエネルギーよ。わしの偉大な計画のスタートじゃ。目覚めよ、究極ロボット。高圧システムのプロトタイプ、ミラーよ。よし、予定通りだ。ミラーよ、お前の能力を試す時が来た。このスカベンジャーを吸収しろ。コンボック、ちょっと安全運転しすぎじゃないか。そうかな。もたもたしすぎよ。ほら、コンボ君抜かれちゃったぞ。フルスピードだ。オッケー。わー、ずるい。よし、こっちも。コンボ君、もっとスピード出さないと。またほら、またまたお先に。あー、ほら、またやられただろ。こうなったら、ダメだよ、コンボ君。ゲットコンボシアター。戻ってこい。やっちゃった。コンボック、ここは遊園地なんだぜ。ごめん。ゲッチュー。どうじゃ、コピーは完璧じゃ。二人とももうよせ。ここで力比べをしても仕方ないわ。スパイドリからの通信じゃ。ガキどもを見つけたか。遊んでおられるのも今のうちじゃ。ミラーよ、奴らのところへ行け。あのサイコロ野郎コンボックの AI データを盗み取るのだ。それがお前の使命じゃ。了解。やつの間抜け面が目に浮かんでくるわ。笑いましょう。わっはっは。お化け屋敷なんだよ。だいたいお前怖がりだったじゃないか。何言ってんだよ。このお化け屋敷、最新の映像技術とロボットが見られるんだよ。あれ、もしかしてブルってんの。バカ言うなよ。俺がお化け屋敷くらいでブルってるわけないだろ。突然腹が痛くなってきた。またそんなこと言って。
怖いなら怖いって言えばいいじゃないか。マジに痛いんだって。アイスこそお先に。怖くないのか、あいつら。怖くないブル。ちょっと何すんだよ。行くブルよ。ブルマウザー、お前マジかよ。出発進行。楽しみだな。本当に腹が痛いんだってば。まだ言ってんの。中入って下っちゃったらどうすんだよ。どこで、うん、おあここどこ。幽霊城よ。幽霊城。今のが幽霊。一郎、まだ入ったばっかりじゃない。しっかりしなさいよ。大丈夫さ。こんなもん全然怖くねえよ。なんなら歌っちゃうか。チャッ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  Stay with me。 この歌は君と一緒に。平気よ。でも怖いぞ。大丈夫。何これ、あっち行け、あっち行け。そろそろドラキュラさん出番です。よっしゃ、一発脅かしに行くか。いらん、アッパー、そしてニオン、これでよしと。なんだ。城の墓場にようこそ。ここはこの城の城主ドラキュラ伯爵が眠る場所。眠りを覚まさぬよう気をつけて。悲鳴を上げてたけど、これも演出なんでしょ？多分。おまけにわしを襲ったんじゃ。その責任をどう取るんじゃ。あの、なんじゃ。本当に謝りますよ。コンボクは
攻撃されたと思ったんです。 AI に問題があるんじゃないか。ここの恐怖は現実じゃないんじゃぞ。分かってますけど、あのドラキュラはマジに変だったんですよ。信じられんじゃ。本当だってば。提案があるんだけど、責任取るために僕たちがここのロボットの修理をします。ロボットの修理ならお手のもんだもの。本当か。何台ぐらい修理できるんじゃ。言われれば何台でもな。うん、じゃあこうしようじゃ。一人三台のロボットを修理してもらうじゃ。それでおあいこにするじゃ。え、三台でいいんですか。ああ、早速仕事してもらうじゃ。はーい、やっと許してもらったね。手ぬるいぞミラ、お前は究極ロボットのコアシステムのプロトタイプなんじゃぞ。その意味が分かっとるのか。あんなガキどもに手間取っとらんで、さっさと蹴散らしてしまえ。究極ロボットのパワーの一部はお前にも備えてあるはずじゃ。確かに。そのパワーを使え。そうすればおのずと目的は達成できる。わしが世界を征服する日は近いぞってか。これでよし。よいしょっと。じゃあ次の方。お、なんです？どうして驚くんです？来るなよ。お前何しに来た？どういうつもりだ。どういうつもりって、私襲われて故障していたんですよ。それで今まで倒れていたんです。襲われた？違うわ、この人。コンボクを襲ったのは翼がついてたもの。そういえばあいつ、でっけえ羽があったな。襲われたって、誰に襲われたんだい？わかりません。これ、見てください。ひどい。いきなり後ろからやられたんですよ。プロフェッサー K のマスクに似てるよな。でも結構かっこいいじゃん。やめてよ、思い出すと鳥肌立ってくるんだから。いいじゃん、みんなで乗ろうよ。いやよ、大観覧車の方がずっといいわね。リータ、あ、そう、僕は乗るよ。よし、たくみ行こうぜ。うん、この間のチューブコースターより身長制限も低そうだし。急げ、たくみ！待って！お待ちください、イージー。申し訳ありませんが、規定身長以下なので落としできない、イージー。なんだよ、またかよ！ちょっとぐらいいいじゃん、ケンジ！コースターの出発準備完了。安全システム確認、出発 OK。了解。コースターの安全装置を解除してやった。最高の恐怖を味わう地獄コースターの誕生だ。ミラ、もう失敗は許さんからな。わかっております。コンボック、なんだかスピードが上がりすぎてないか。さっきから約 150% スピードアップして今も上昇中。安全システム異常発生。ちょっと早すぎるよ。覚悟しろ、コンボック。おい、何がする。コンボック、あいつは動けんように、その頭を潰してやる。カコンボック、助けて。怖
させるか。コンボック、お前はもう俺のものだ。勝手に決めるな。何をする。お前の AI からデータをいただくのさ。お前の全てをな。何だと。さあ来い、お前の全てを吸い取ってやる。なんだこれは。こいつの AI は一体この世に存在するのか。ございます。じゃあどう、調子は元通り。ええ、おかげさまで。本当に申し訳なかった。じゃあ君たちを信用しなかったばっかりに。そんなこと、いいんだよ。もう済んだことじゃない、悪い奴もコンボック退治したし、じゃがお詫びにこれを差し上げる。じゃあ、本当にいいの。これってコースターの年間パスポートでしょ。ありがとう。君たちにはこれじゃ。これってお化け屋敷のじゃん。一郎、よかったな。
これで毎日怖い目に遭えるじゃないか。うん、よかったね。ね。ああ。ね。ミラよ、コンボックの能力をコピーしてきたようだな。よくやったぞ。お前の能力とコンボックのデータを取り込めば、我が究極ロボットの完成度はさらに完璧なものとなる。よし、たっぷりとデータを送り込むんじゃ。目覚めよ、我が究極ロボット、ブラックベイダー KO。 ハハハハハハ。